日本が急ピッチで進めている軍事戦略、スタンドオフ防衛の一環として、アメリカからの調達が決まっているトマホーク巡航ミサイル最初に実装するのは、混合型イージス護衛艦の4番艦、鳥海に決定したとの情報をキャッチしました。今回は、海上自衛隊に、ついに、トマホーク搭載イージス艦誕生に、18億円計上を詳しく見ていきますね。中国は、かなり焦っている状態でしょうし、今度の自民党総裁が気になるところです。菅さんが押す方がいいのかな。安倍さんもそうだったよね。今年2025年の夏も、近年の例に漏れず、猛暑の傾向が続いたが、そんな中で、8月30日には、防衛省が、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求を、同予算として最高額となる8兆5389億円とすることを決めて、その旨を発表した。この2025年度分防衛予算の概算要求では、これまでに防衛省側が示していた防衛力整備計画に照らして、7つの分野において、日本の国としての防衛力の抜本的な強化を打ち出しており、以下の内容が含まれている。その優先順位の最初には、スタンドオフ防衛が置かれ、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の中で、その地上発射型を、2025年度内に配備を開始し、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も、同年から行う予定である。加えて、国産の当初防衛用高速滑空弾に関しても、事前に発射テストを実施することが打ち出されており、これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、トマホーク巡航ミサイル、当初防衛用高速滑空弾の3つが当面急ぎ配備されるスタンドオフミサイルとなる。すでに、前述の当初防衛用高速滑空弾の事前の発射テストは、今年2024年4月に実施されており、トマホーク巡航ミサイルに関しても、運用を担う海上自衛隊の水上戦闘艦の乗組員に向けた養成教育が、2024年3月から8月にかけて進められている。こうして、すでに、着手済みのトマホーク巡航ミサイルに対する予算は、2025年度分防衛予算の概算要求においては、総額でおよそ18億円が盛り込まれており、絶対額としては少なく感じられなくもないが、大きな意味を持っていると思われる。このトマホーク巡航ミサイルに対するおよそ18億円の予算の内訳は、主として対象となる水上戦闘艦に対し、同兵器を運用可能とするための改修用の機材の調達や、その工事を行うための費用だと説明されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルを、運用可能な改修を施される水上戦闘艦とは、海上自衛隊が、2024年9月の現時点で保有する8隻のイージス武器システムを搭載した、いわゆるイージス護衛艦、艦首記号、DDG 全隻が、改修工事の対象となる。海上自衛隊が2024年9月の時点で保有、運用を行っている8隻のイージス護衛艦は、建造が古い順から混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、今後はさらに2隻が造成される計画となっている。しかし、今回の2025年度分防衛予算の概算要求内の18億円において、その栄えある最初のトマホーク巡航ミサイル搭載用の改修工事を受けることとなったのは、混合型の4番艦である鳥海であると発表された。鳥海は、他の混合型3隻が、すべて、三菱重工業者の中崎造船所で建造されたことに対して、1隻のみ、現 IHI、当時の石川島播磨重工業者で建造された艦艇で、1995年5月に起工。1996年8月に浸水、1998年3月に収益を迎えている。そのため、鳥海は今年2024年の段階で、すでに収益から27年目に突入しており、決して新しい水上戦闘艦とは言えないが、海上自衛隊の艦艇の中で、初めてトマホーク巡航ミサイルの運用を行う艦艇となることが確定した形だ。鳥海の同型艦で、一番艦で、かつネームシップでもある、金剛は、1990年5月に起工、1991年9月に浸水、1993年3月に、収益と、実に、
ここから32年を経てはいるが、日本の防衛力の抜本的な強化の一環として寿命を延長しての運用が続けられている。混合型は基準排水量が7250トン、満載排水量が9485トン、全長が 161.0メートル、全幅が 21.0メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関4機を搭載した小型方式を採用。最大で出力10万馬力、速度は30ノット以上を発揮する。長海を含む混合型はマーク 41VKS 垂直発射艦90セルを主兵装として搭載しており、また艦の後部には回転翼機用の飛行甲板を備えてはいるものの、その格納庫まで持たないため常時の艦載は行えない仕様ではある。これが次級のアタゴ型、そして最新鋭のマヤ型では、マーク 41VKS 垂直発射艦は6セルを増加させた96セルを主兵装として搭載。また艦後部には回転翼機用の飛行甲板に加え、その格納庫も完備する形式へと能力が高められている。混合型、アタゴ型、マヤ型ともにそのベースとなったのはアメリカ海軍の主力イージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦である点は共通しているが、同艦と同様に細部の改良が加えられている状態である。そもそも混合型はアメリカ海軍のみの運用に限定されていたイージス艦が、同国以外の国において世界で初めて建造導入された艦艇であり、その建造理由は旧ソ連のツポレフ 22M 中距離爆撃機と同機が搭載する空対艦ミサイルの脅威に対峙することにあった。当時旧ソ連のツポレフ 22M 中距離爆撃機が搭載した KH-22 空対艦ミサイルは、最大射程距離およそ 400km、速度は音速を超える仕様と召され、従来の海上自衛隊が保有していた艦艇の防空ミサイルで対抗することは困難と判断された。そのため、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、同艦が搭載するイージス武器システムによって、旧ソ連側の爆撃機による対艦攻撃を阻止する目的を持って、イージス護衛艦の導入が図られたという経緯だった。こうして、建造が行われた混合型だったが、一番艦にして、ネームシップの混合が収益を果たした1993年3月のわずか2ヶ月後、今度は北朝鮮が新たにミサイルを開発、その発射テストを敢行したことで対処を迫られる。北朝鮮は、これ以後、新型ミサイルの開発を加速させ、5年後の1998年には、ついに、弾道弾であるデポドン1号の発射テストに及び、日本におけるミサイル防衛の重要性は大きく高まり、今に至る日本のイージス護衛艦の主任務になったと言えよう。日本におけるミサイル防衛は、まず、混合型に、イージス弾道ミサイル防衛システムである、イージス BMT-3.6 を実装し、迎撃用のミサイルとして、SM-3 ブロック YA を、マーク 41VKS 垂直発射艦から運用することで、高高度における防空網を担わせる形となった。ここで、イージス護衛艦が、マーク 41VKS 垂直発射艦から発射する SM-3 ブロック YA が、敵のミサイルを撃ち漏らした場合には、航空自衛隊が陸上に配備したペトリオットが、迎撃に当たる二重の体制が敷かれて、現在に至っている。ただし、近年では、こうした北朝鮮のミサイルの脅威と並んで、海軍戦力の大幅な拡充を続ける中国から、日本は、南西諸島方面への侵攻、上陸を受ける可能性が高まっており、8隻のイージス護衛艦を、その多様にも回す方策が検討された。ここで、ミサイル防衛用に導入が決められたのが陸上配備型のイージズアショアであったわけだが、ご存知のように、これは、ブースターの落下制御に関する安全性の担保が困難との理由で中止され、結局イージスシステム搭載艦2隻を新造する方向に進んでいる。このように、海上自衛隊におけるイージス護衛艦の導入は、最初は、旧ソ連の爆撃機と、その追艦ミサイルへの対処、次に、北朝鮮からの攻撃に備えたミサイル防衛、そして現在は、
中国の南西諸島方面への進出の阻止と、次々に新た脅威への対処が求められている。ただし、寿命の延長を図っているとはいえ、金剛型は、すでに、一番艦の収益から30年以上を経過しているため、これを代替する艦艇を新造すべく、その準備にも予算が計上されており、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3に準じたものになることが予想されている。最後に、日本の防衛省は、過去最高額となる8兆5389億円の防衛予算を計上することを発表しました。この巨額の予算は、日本が直面する安全保障環境の変化に対応するためのもので、特に、中国の軍事的脅威や地域的緊張の高まりに対抗する目的があります。具体的な予算の使用目的としては、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備、アメリカ製トマホーク巡航ミサイルの導入、そして、国産島嶼防衛用高速滑空弾の開発とテストが挙げられています。これらのミサイルは、遠隔地からの攻撃能力を強化し、日本の防衛ラインを前方に拡張することを目指しています。また、これらの兵器システムの導入に伴い、海上自衛隊のイージス護衛艦に対する改修工事も予定されており、特に、上海がトマホークミサイル搭載の改修を受けることになります。この防衛予算の増額と兵器システムの近代化は、日本が自国の安全を確保し、地域の安定に貢献するための重要なステップとされています。